流彩肝人正澄が、教科百物語より、マミ、寺島良安、和漢三彩図へより、マミマミ、マミは、タヌキ、または、日本アナグマのことである。民族学者、日野岩による、日本妖怪変化語彙によれば、マミは、タヌキの一種とある。東京都の麻布マミアナ町の、タヌキを、マミと読むことからも、マミが、タヌキと同一視されていたことがわかる。 一方で、江戸時代の百科事典、和漢三歳図へでは、マミは、タヌキとは別種の動物として、別々に掲載されている。同書では、中国の本草学研究所、本草項目からの引用として、山中の穴に住んでいる、濃えた物で、褐色の短い毛に体を覆われ、耳が聞こえず、人の姿を見ると逃げようとするが、行動は鈍いとある。またその肉は、 野獣の中でも最も甘美で、これを人が食べる年に瀕した状態から治ることができるともある。江戸時代にはこのまみ、タヌキ、そしてムジナが非常に混同されていたが、これはアナグマがムジナと呼ばれていたところが、アナグマの外見がタヌキに似ており、さらにムジナの名が日本古来から存在したところへ中国で山猫が タヌキの名で総称されていることが知れ渡ったことから、混乱が生じたものとされる。またムササビ、モモンガも、マミと呼ばれたことがある。西日本に伝わるバケタヌキ、マメダヌキは、このマミのことだとも言う。また、江戸時代の祈談集、絵本百物語によれば、マミが置いて妖怪化したものが、道書にある妖怪、の鉄砲とされる。同じく、江戸時代の随筆、能では、 江戸の番長に、マミが現れたとあり、体色はネズミ色、目は太陽花月のようで、杖で叩くと、ガマガエルの背のような感触だったという。マミの発音が似ていることから、人をたぶらかすような、魔物の総称を意味する、マミの字が当てられることもある。ありがとうございます。